9月に入って投打がしっかり噛み合っている岡田タイガース。巨人に優勝マジックが点灯しましたが、今回の巨人2連戦で連勝できれば、まだまだわかりません。今回の動画では、巨人3連戦の両チームの予想される先発投手について、そして巨人打線について紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、両チームの予想される先発投手について見ていきましょう。初戦はタイガースが才木選手、巨人が菅野選手の先発になるとすでに発表されています。才木選手はここまで23試合に登板し、12勝3敗、防御率 1.69 という成績。今回投げ合うことになった菅野選手に全く見劣りしない素晴らしい成績を収めています。8月以降は3勝負けなしで、4試合連続でクオリティスタートを達成中。これだけ見ると調子が良さそうですが、ここ最近は間違いなく調子が落ち気味です。6月7月は月間被打率が1割台という驚異的なピッチングでしたが、8月は被打率2割9分6厘、9月は被打率3割1分1厘と顕著に悪化。直近5試合中4試合でイニング数以上のヒットを打たれてしまっています。シーズン序盤から長いイニングを投げていたので、疲れもあるでしょう。そんな才木選手は巨人戦に7度登板し、3勝1敗、防御率 2.27 という成績。なんと今回が8度目の対戦ということになります。慣れてきているであろう巨人打線との対戦について才木選手は、相手が慣れてきている以上、足を上げたり、クイックしたり、同じパターンにならないように投げたい、と意気込みを語っています。菅野選手との投げ合いということで多くの援護は期待できませんが、先制点を挙げないピッチングを見せてほしいですね。一方の菅野選手はここまで22試合に登板し、14勝2敗、防御率 1.73 という成績。全く隙のないピッチングでリーグトップの勝ち星を挙げており、一人で12個の貯金を作っているというのは、凄まじい活躍です。菅野選手は7月14日の DeNA 戦を最後に2ヶ月以上も負けておらず、体力的に苦しくなる夏場も好調をキープ。中4日でマウンドに上がった前回登板の中日戦でも6回途中3失点とゲームを作るなど、獅子奮迅の活躍を見せています。そんな菅野選手はタイガース戦に4度登板しており、1勝0敗、防御率 0.98 という成績。そのうち3試合は今回の舞台である甲子園で対戦していますが、20回と3分の2を投げて自責点2と、完璧に抑え込まれています。そのため、今回も厳しい戦いになるのは間違いないでしょう。攻略するのが最も難しい相手だと思いますが、13打数5安打の中野選手、11打数4安打の森下選手を中心に、なんとか才木選手を援護してあげてほしいですね。続く2戦目はタイガースが高橋選手、巨人がグリフィン選手の先発になると予想しています。高橋選手はここまで4試合に登板し、4勝負けなし、防御率 1.52 という成績。8月11日に復帰して以降圧巻のパフォーマンスを見せてくれており、現在の快進撃の立役者の一人です。前回登板となった9月13日の広島戦で6回途中3失点と好投して勝ち投手になり、中9日を空けて今回の重要なマウンドを任されることとなりました。高橋選手は左投手ながら右打者を1割6分3厘と完璧に抑えており、ラッキーボーイ的な存在である浅野選手や絶好調の岡本選手といった右打者をしっかり抑えてほしいですね。今シーズン初めての対戦となる巨人打線は高橋選手の球筋に慣れるのに時間がかかると思うので、強気なピッチングで攻めていってもらいましょう。一方のグリフィン選手はここまで18試合に登板し、6勝4敗、防御率 3.01 という成績。阿部監督は中4日で今回のタイガース戦にぶつけてくると見られます。防御率はそこまでずば抜けた数字ではありませんが、奪三振率 9.68、
被打率2割2分4厘という指標はいずれも素晴らしく、良い投手であることは間違いありません。9月の3試合はいずれもクオリティスタートを達成しており、状態も良さそうです。そんなグリフィン選手はタイガース戦に3度登板しており、1勝1敗、防御率 5.65 という成績。タイガース打線が攻略しており、8月13日の前回対戦でも4回までに5点を奪ってノックアウトしています。今回も良いイメージで対峙できると思うので、相性通りに攻略してほしいですね。それではこの2連戦の予想先発をまとめたこちらの表をご覧ください。初戦は共に2桁勝利を挙げており、防御率1点台と安定感抜群の才木選手と菅野選手が登板。痺れる投手戦になるのは間違いないでしょう。一方、サウスポー同士の投げ合いとなる2戦目は左のエース格といえる高橋選手が先発し、相手先発も打ち込んでいるグリフィン選手ということで、十分勝機はあると思います。厳しい戦いになるであろう初戦を取れれば2連勝を狙えるマッチアップなので、まずは初戦を取ってもらいましょう。それでは続いて、巨人打線についても見ていきましょう。ここ1週間で打線の状態が一気に上がり、得点力が高まっている巨人打線。中でも絶好調なのが、吉川選手と岡本選手です。8月は月間打率2割5分と少し苦しんだ吉川選手ですが、9月は快音を連発。20日終了時点で9月の月間打率は驚異の3割9分7厘となっています。直近6試合では25打数11安打と打ちまくっており、手がつけられない状態です。長打も出るようになっており、吉川選手はしっかりマークしなければなりません。そしてその後ろを打つ岡本選手も絶好調。際どい判定に怒りをあらわにするなどフラストレーションが溜まっていた時期もありましたが、直近5試合で4本塁打と大爆発しています。アウトになった打席でも外野フライが多く、紙一重の打席が多い印象です。このように絶好調な岡本選手ですが、タイガース戦では対戦打率2割9厘と苦戦。そして今回の対戦の舞台となる甲子園では1割9分しか打てていません。タイガース投手陣が岡本選手を抑え込んでいるので、今回の対戦でもしっかり抑えてもらいましょう。岡本選手を抑えている一方、タイガース投手陣が苦手にしているのが、丸選手と大城選手。丸選手には打率3割6厘、大城選手には2割9分5厘と打たれています。この2人が絶好調の吉川選手と岡本選手の前後を打つ形になるので、この2人との対戦にも注目です。仮に1試合でも落とせば巨人の優勝が決定的になってしまうこの大一番。厳しい戦いになりそうですが、なんとかディフェンディングチャンピオンの意地を見せてほしいですね。今回の戦いからも目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。